試合前の注意が両選手に与えられました。さあ大橋ロペス両コーナーに分かれました。今第1ラウンド開始のゴングが鳴らされました。 WBC ストロー級タイトルマッチ、赤いトランクスチャンピオンの大橋秀幸、そして白いトランクスメキシコ挑戦者のリカルド・ロペスです。さあ根本さん、はい、ロペスが第1ラウンドどういう攻めを見せるのか、このあたりじっくり注目したいですね。そうですね、まあ、相手の出方を伺っているような感じしますけどね、はい、まあ、大橋としてはこのスタイルって全くいいと思うんですよね、はい、真っ赤な燃えるような色のトランクスチャンピオンの大橋秀幸。このロペスの公開スパーリングなどを見ていますと、この右の強さですね。そうですね、はい、特にカウンターですね、はい、いいものを持ってますからね。まあ大橋としてもですね、不意にその右を、ね、いきなりその打ち打つと相手のカウンターを食いますから、はい、そうですね、その辺十分早く注意しなきゃいけないでしょうね、はい、また大橋もカウンターのうまいボクサー。そうですね、離れてですね、はい、ロペスの左に合わせた右ストレートは有効だと思いますよ今日は。そうですか、くっついて左フックですね、はい、はい、まあ、挑戦者のロペスですけどね、まあ、過去にあまり打たれたことないと思うんですよ、はい、顔を見ても綺麗な顔してますけどね。ですね、まあ、顎ですね、はい、まあ、ちょっと弱いような感じしますから、あ、まあ、その辺がですね、はい、まあ、お味とっちゃそのウィンクポイントじゃないかなと思いますね、はい、ロペスはですね、目がいいですから前から来るパンチにはよく見えるんですね、はい、ですからフック構成ですか、はい、それはいいと思いますよ。そうですか、横に目ありませんからね、はい、はい、超満員になっています水道橋の後楽園ホール。ロペスの左フック、まあ、静かな戦いしていますけどね、はい、ただ一発の狙っているような感じもしますよね、特にですねチャンピオンの大橋なんかもそういう感じしますね、まあ、狙っパンチとしてはおそらく右のカウンターでしょうね。そうですか、まあ、できればですねロペスはガードが硬いので、はい、やはりその左アッパー打って、やはり相手のガードが下がったところミストレート、はい、左フックですね、を打てればですね意外と大橋右フック、はい、右フックが捉えましたね。そうですね、これはいいパンチですね、はい、これは当たるんです。本当に石橋さんのおっしゃった通り、はい、一瞬の右フック、はい、これは当たるんです、はい、あとくっついてからはね、はい、これから左フックね、はい、はい、さあ大橋の右フック一発で場内の熱気がさらに高まってきました。しかしロペスも細かいパンチを返します。非常に緊張感に満ちています第1ラウンド。できれば大橋ですね、はい、もう少し左ジャブを出して誘っといて、はい、右ストレートカウンターで打つとね、はい、いいんですけど。そうですか、緊張感の中第1ラウンドが終了しました。放送席沼田さんの採点では第1ラウンド早くも10対9チャンピオン大橋が取っています。第1ラウンド放送席沼田さんの採点では早くも赤コーナーチャンピオンの大橋が10対9とポイントリードを奪っています。沼田さん、これは何を評価なさったんですか。はい、そうですね、右のカウンターで一瞬くらつきましたですからね、はい、それがポイントに取りました。そうですか、はい、まあ、挑戦者のロペスも、まあ、公開スパリングの時にはですねリラックスして戦ったんですけど、いざ本番になるとその硬さが目立ちますよね、はい、まあ、どちらかというとそのボクサーファイターより、はい、そのボクサーに近い戦いをしてますよね。そうですね、まあ、大橋としてはですね、はい、じっくりその作戦立てて戦えると思いますよね、はい、大橋の身長が 164.1 センチ、一方のロペスは 161.9 センチです。身長では大橋が勝っています。お互いの右の相打ちですね。そうですね、はい、浅かったですけどね、お互いに一瞬でも目を離すことはできません。ロペスの踏み込んでの左、沼田さん、このロペスの左ストレート、これも踏み込んで伸びてくる感じなんだそうですね。そうなんですね、自分じゃ分かってるんですけどね、はい、いや、その当たる瞬間にその伸びてくるんで、はい、まあ、パートナーとしてはその分からなかったというような感じで言ってたんですけどね。そうですね、松谷さん、はい、大熊さん、赤コーナーですがね、はい、チャンピオンサイド第1ラウンドの動きはこんなもんじゃないかなという話でした、はい、ただ右が当たりましたよね、かなりロペスの方がねパンチがあるんじゃないかなと思ったんじゃないか、精神的に優位に立ったと思うと会長は言ってましたね。そうですか、
セコンドからは体を振って体を振ってという指示がたくさん飛んでいます。はい、チャンピオンサイド大熊英二アナウンサーからのリポートでした。ロペスと左、沼田さん、はい、大橋サイド米倉会長は先にパンチを当てた方がグッと有利になると、そういった話を前からしていたんですが、先ほどの大橋の右フック、はい、やはりそれで大橋が流れを自分の方に持ってくることはできるんじゃないか、そういった読みなんでしょうかね。そうでしょうね、まあ、あのロペスとしても相手はパンチあるということで浮かずにですね、はい、まあ、手を出したくないような感じもしますけどね。そうですね、ただ大橋もね、はい、相手のパンチを待ってばっかりじゃダメなんですね、はい、あのリズムですからね、はい、まずもう少し左が欲しいですね、はい、ちょっと相手をね見すぎますね、ちょっと。そうですか、ね、ちょっとあの相手もですね、まだ初挑戦ですからロペス緊張してますけどね、だん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 エンジンかかってきますから、はいはい、大橋としてはロペスのエンジンがかかってくる前に叩いておきたいですね、気持ちで抑えないといけないですね。そうですね、はい、接近戦、右のカウンターまた左のカウンターを先にやはり狙ってますね。大橋の右が入った、カウンター気味入りました。さあ追い詰めるか大橋、フットワークを使いますロペス、ロペス踏み込んで左フック、残り時間30秒を切りました。第2ラウンド、ロペスの右ストレート、まあ、ロペスのですね、はい、公開スパーリングに対して右打つ時も足を踏み込んで打ってきましたですね、そうですね、それはですね踏み込みがないわけですよ、はい、ですからその威力がないということですね。そうですね、やはりそれがチャンピオン大橋のかけるプレッシャーなんでしょうか。第2ラウンド残り時間がありません、ここで終了しました。第2ラウンド放送席沼田さんの採点はこのラウンドも10対9、大橋が取っています。ここで両選手の体格の比較をしましょう。大橋は身長で 2.2 センチ勝っていまして 164.1 センチ、リーチはともに165センチと全く同じでした。その他はご覧の通りです。沼田さん、こうして見ていますと両選手非常に体格が似ているような、そういった気がするんですよね。そうですね、あのボクシングもですね、はい、やはり似てますよね。そうですね、また診断に当たった医師の話では、共に2人とも筋肉が非常に柔らかいという話をしていました。挑戦者のリカルド・ロペス、ルーベン・オリバレス、カルロス・サラテ、アルフォンソ・サモラといいました名ボクサーを育て上げました名マネージャークイオ・エルナンデスが手掛けた選手です。まあ、それだけに地元メキシコの期待も大変なものがありまして、このタイトルマッチがロペス時代の到来を告げるものとしてメキシコでは大いに注目されています。さて石松さん、はい、石松さんはここまでの試合展開どのようにご覧になっていますか。はい、まあね、あのどっちかというとお互いに自分の手を探り合ってるんですけどね、はい、大橋チャンピオンがちょっと消極的ですね、はい、2ラウンドは沼津さんね、あの大橋が10対9で取りましたけど、はい、僕は反対にロペスが10対9で取ってるんですね。そうですか、それはどこを評価したんですか。このロペスの手数ですか、はい、はい、そうですか、小さいですけどね、はい、的確に当たってますからね、はい、今もチャンピオンの顔面を捉えました。大橋の顔面がちょっとずつが赤くなってきましたね。そうですね、左アッパーから右ストレートですか、はい、まあ、パンチ、アンパンチですね、はい、また左アッパーを打ちました。まあ、あの踏み込みがない分ね、はい、あの浅かったですけど、まあ、大橋としてはですね、まあ、あのカウンターちょっと狙いすぎてるわけですよ、はい、ですからもういつもの通りですね、はい、やるボディですね、特にその強調なその左アッパーをボディですね、はい、打ってそれかその上返す、まあ、あの左フックでも右ストレートでも有効に使うといいんですけどね、そうですね、あくまでもボクシングはリズムですからね、はい、一発を狙ってもそう簡単に当たるもんじゃないんですよ、ですからもう少し大橋左ね、左を出してて相手の左に合わせた右ストレートですか、はい、とは当たりますよ。大橋左、さあ石松さんも力が入ってきました。確かにロペスの細かいパンチが大橋の顔面をよく捉えています。ほら右フック、ね、はい、手を出さないとね相手が調子出てきちゃうんですよ。そうですね、うん、足が使うしね、はい、ロペスの左身もフォローしてます。まあ、このラウンド特にそうですけども、はい、一発打てばロペスのは203発打ち返しますからね。そうですね、自分が逆にそういう手の出し方しかなきゃいけないですよね、はい、さあロペスが手数を出します。追い詰めたい大橋、大橋手を出せ手を、大橋手、石松さんがおっしゃるように手数を出さないとね、そうなんですね、どうしようもないですから、ここは勝負的にはなってほしくない。しかし左アッパーを見せました挑戦者ロペス、厳しい目つきで挑戦者に向かいます。チャンピオンの大橋秀幸、
まあ、それとですね、はい、顔ね、顎ちょっと狙いすぎてるわけですよ、ですからもう少しですね、ボディから、はい、ボディから攻めていかなきゃいけないですね、さあ赤コーナーに追い詰めました。大橋しかし左を出します。挑戦者のロペス、ここで第3ラウンド終了しました。沼田さんの採点はこのラウンド10対9、初めて挑戦者